お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、とあるね、ショップさんで、生き物を購入しました。で、この生き物がですね、4ヶ月ぐらい前から、まあずっとそのお店にいてですね、いいなぁと思ってはいたんですけど、まあね、まだだまだだと手を出さずにいたんですが、ようやくね、お迎えしたということで、こちらのケースに入れてね、飼育しようと思います。で、こちらのケースに入れて飼育するんですけど、まあ見る感じだとね、まあレオパとかニシアフとか、そのぐらいのサイズの生き物なのかなと思う方がいるかと思います。で、床材として使うのがですね、こちらを使いたいと思います。はい。砂漠環境を再現、デザートサンドレッドということで、まあこれをね、使う時点で、レオパニシアフではないと。まあちょっとまず飼育環境セットしていきますか。あ、すっごい細かいね。めっちゃ細かい砂が。そして地味に重たいな。あー、入れすぎだな。もうサハラ砂漠ですね。サハラ砂漠みたいな、わかるかなこの感じ。うわー、すっげー細かい。なんか、すごい。サラサラすぎて、めっちゃ細かい。なんか、鼻で息吸ったら全部中入りそうな感じですね。すーごいサラサラです。すごいな。うわ、これなんかでも手に、叩いてもこう、手に、若干つきますね。細かすぎて。はい、このね、中で、飼う生き物なのですが、それが何かと言いますと、こちらですね。はい。なんだと、この子は。中にはね、ナメハダとか、タマオヤモリとか、ね、その辺なのかなと思った方いたかもしれませんが、実は違いました。こちらの生き物ですね。はい。この子です。すごいね、柄が。ミューラ・サンド・ボアというね、ガーナの砂漠地帯にね、生息している、まあ、乾燥地帯に生息している、砂ボア。ですね、三浦サンドボア。で、この子ね、めちゃくちゃおとなしくてすっごい可愛いんですよ。もうボールパイソン以上におとなしいかもしれない。で、顔が結構特徴的で、彼かな、こんな顔してます。真正面見たらこんな真正面ですね。なかなか特徴的な顔をしてますね。目はこんな感じでね、わかるかな、口のね、形もね、ちょっと面白いんですよ。わかるかな、ほら、砂を掘るように鼻先がちょっとこう硬くなってる、くちばしみたいに。おとなしいですよね、こうやって触っててもペロペロしてますね。はい、そんなね、乾燥地帯にいる、まあ、ガーナに生息している蛇なんですけど、ミューラサンドボアというね、生き物をお迎えしました。もうね、この触り心地がすっごいなんか滑らかな感じ。すごい、あの、ボールパイソンに触り心地がちょっと似てる、そういった蛇でして、ツルツルで滑らかで、で、もちもちしてるんですよね。ちょっと、もちもちしてる。柔らかい。なかなかこの、ブラックとオレンジ色のコントラストが非常に美しいなと思っていて、スーッと気になってたんですけどね、なかなかね、飼うには至らずっていう状態でした。それではね、飼育環境に移していきたいと思います。ほい。多分このぐらいの細かい砂のところにいるんじゃないのかな。で、ケージのサイズ、まあこれでずっと飼うつもりはありませんが、まあ一旦ね、トグロ巻いて3つ分ぐらいのスペースがあったら大丈夫ですということだったんで、こちらで管理しようかなと思います。ああ、めっちゃ出ていってる。まさか潜ることなく出ていくとは。ほい。潜れないのかな？鼻でつついてますね。普段、使ったことないね、床材を今回初めて使うんですけれども、あ、潜ってった。うわ、
わ、スーッと潜っていきましたね。ここにいる、ここにいる。すごいすごいすごい。なんか映画の、なんかモンスター系映画のワンシーンみたいですね。ここに出してるのか。うわ、ちゃんと鼻先と目だけ出して可愛いな。でもベロペロペロしてたら、こんな細かい砂だったら口の中入りそうですけど、大丈夫なんですかね。ちょっとね、詳しい人いたら教えてください。このソイル、ソイルじゃないわ。この床材がね、適していないよというのであればね、まあ早めに変えてあげたいなと思いますし。まあ一応でも生息環境とかもろもろ調べてみた感じだと、わ、すごい。こう、体がなぞった跡が砂にできましたね。そう、生息環境とかを調べた感じだと、この床材で問題なさそうということだったんですけど、基本的には床材、砂をね、飼育してる感じです。ということでね、今回新しくお迎えした生き物はね、ミューラサンドボアというね、ちょっと変わったヘビでした。個人的にね、4ヶ月がかりの思いがようやく遂げられたということで、結構ね、満足してます。餌食いもね、かなりいいみたいなので、また餌やり動画とかね、今後皆さんにラフチャンネル通してお見せできたらなと思います。それでは本日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。